ピックアップトラック、ピックアップトラック、ピックアップトラックとは、自動車の分類の一つで、大型以外のトラックの総称である。ボディ形状は、キャビン以降に開放式の荷台を有する。日本の車検証の車体の形状欄は、キャビンと荷台が一体のもの、例、ファミリアピックアップ、パブリカピックアップ、サニートラック、マイティボーイとはピックアップ、別体のもの、例、ハイラックス、 プロシード等はボンネットと記載され、後者はボンネットトラックの一種とみなされる。ダットさんトラックには7代目までその両方があった。ピックアップという名称の由来ははっきりしないが、1913年にスチュードベーカーが使い始め、1930年代にはピックアップとハイフンで区切る表記が一般化した。日本ではキャブオーバー型は、 小型のものでもピックアップには含まず、単にトラックと呼ばれることが多い。なお、オーストラリア、ニュージーランドでは、ウテ、ユートと呼ばれ、南アフリカでは、バッキーと呼ばれる。開発費抑制のため、多くは乗用車や SUV と車体を共用し、中には FF 式の乗用車をベースとしているものもある。アメリカ合衆国製の車両では、二大開閉時。 積み下ろし作業者の足元に排気ガスが直接当たらないよう、排気管の口の位置が一般的な車と異なり、車体の二台後方側面から出ているものがとても多い。雨や雪が多く燃料価格が高価で、一台あたりの輸送効率が重視される日本やヨーロッパでの需要は少ないが、北米をはじめ、タイを中心とした東南アジア、アフリカ、南米、中東、 オセアニアなどでは個人、商用問わず高い需要がある。特にアメリカやオーストラリアでは自動車販売台数の上位をピックアップトラックが占めるほどである。アメリカやアジアなどでは独立したフレームを持つタイプがほとんどだが、オセアニアや南米で生産されるのは乗用車ベースである。ピックアップトラックの汎用性の高さを示す使用法に軍事利用が挙げられる。 発展途上国や独立武装勢力を中心に大量のピックアップトラックがほとんどそのままの形で人員や物資の輸送に使用されている。さらには2台に重機艦銃や対戦車火器、無反動砲や対戦車ミサイルを搭載して車上射撃を可能にしたテクニカルと呼ばれる車両が広く使われており紛争の数星を決める存在にすらなっている。 大型のピックアップトラックに長距離ロケット砲や対空砲を搭載したものすらある。信頼性の高いトヨタ自動車のピックアップが好んで使用され、チャド紛争はトヨタ戦争と形容された。1913年にオハイオ州のコーチビルダーであったガリオングトウィントラックボディ社がフォードモデル T を改造して後部にトレイを乗せたものが発祥とされる。これが 農場等で好評だったため、1924年には、ダッチも三、四4トントラックのウッドボディピックアップを登場させ、さらに翌1925年にはフォードも自らピックアップの生産を開始することになる。1931年にはシボレーも参入。1950年代になると各社はよりスタイリッシュなモデルを続々と登場させ、貨物用途車というより、 ファッション性で選ぶ消費者が増えてきた。さらにピックアップトラックの自動車税が、州によって無税か割安になるため所得の少ない若者たちがこぞって乗り始めたため急速に普及した。また中西部や南部では、その武骨で力強いスタイルが、西部開拓時代のシンボルである馬を彷彿させ、ピックアップトラックに乗ることが一種のステータスのように捉えられている。これに警合し、 ピックアップトラックのテレビ CM の大半にカントリーミュージックが使われている。そのステータス性は映画バックトゥザフューチャーで主人公マーティーが憧れるとして描かれたことでも伺える。これらの人気要素に着目した米国のキュービック3と現地のトヨタ、日産、ホンダがフルサイズピックアップを生産をしている。ほとんどの車種が 自社の SUV と共通のはしご形フレームを有しているが、ホンダリッチラインは、US アコードやレジェンドの派生車であるため独立したフレームを持たず、ライトデューティーとなっている。アメリカにおいては、道路が広く、サイズが大きな車でも扱いやすい。このためフルサイズピックアップに人気が集中している。その V8 エンジン独特の太い音に愛好家が多く、マフラーの改造も、 盛んに行われている。さらに費用の面でも他国と比べて石油の価格が安く、税金や保険料が乗用車よりも安く設定されていることや、自動車メーカーが購入者に対して多額の奨励キャッシュバックを出していることも普及が進んできた理由である。アメリカでの使われ方は発展途上国のように荷物や人を満載するような使い方ではなく、パーソナルカーとして。 普段は空にで走らせることが多い。そして引っ越しやレジャーなどにだけ荷物を乗せ、あるいは後ろにトレーラーをつなげて走らせたりする。商用よりはむしろ通勤、通学用、レジャー用、家庭用として使用されることが圧倒的に多い。2002年の調査によれば販売されたピックアップトラックのうち商用としては約19%しか使用されていないのに対し、 約77%が個人用として使われているという結果であった。アメリカでのピックアップトラックの人気の高さは、全米で最も売れている車が、フォードカイシリーズ、年間90万台以上、2番目に売れている車が、シボレーシルバラードであるということからわかる。中でもテキサス州では、非常に人気が高く、全米のピックアップトラックのおよそ14%が売れており、 全米最大の市場となっている。堅調なセールスを受け2006年にはトヨタがフルサイズピックアップトラックタンドラの生産工場をサンアントニオで稼働させている。オーストラリア、ニュージーランドなどではピックアップトラックではなく、ユーとクーペユーティリティ、クーペユーティリティが語源と呼ばれ、その発祥は1932年にオーストラリアビクリア州のある農場夫の妻が 報道オーストラリア社に送った、価格どちらにも都合よく使える車はできないのものか。という要望に応える形で1934年に製作された、クーペ・ユーティリーが最初である。ライバル社であるホールデンも1951年に同じようなコンセプトの車を登場させており、以来この2社が乗用車をベースとしたタイプを歴代ラインナップしてきた。アメリカ同様、 若者たちがファッションとして乗るのをはじめ、警察車用、農場、建設業など幅広い用途で高い人気を誇っていたが、2016年に、ホールデンが生産工場を閉鎖したため、それと同時に、オーストラリア製のユートは消滅し、主流は、ホールデン、ホードオーストラリアや日系メーカーがタイから輸入するフレームズ系とに移行した。 日本では1940年代から1970年代にかけては1トン積み程度のものを中心にすべてのメーカーがピックアップトラックを生産、販売していた。個人商店では配送業務に農家では農機具や農作物の運搬などに利用され休日にはセダン代わりのレジャー用として家族のドライブにも活躍していた。セダンや ステーションワゴンなどの乗用車が高値の花であった時代トラックの時々乗用車という用途には運転姿勢が立ち気味で騒音や熱気の侵入が多いキャブオーバー型は適しておずボンネット型の伸びやかなスタイルとゆとりある着座姿勢が大きなアドバンテージとなっていた昭和中期までの軽トラックは現在よりも相当小型窮屈で積載時の走行性能も 満足のいくものではなかったことも小型ピックアップを選択する要因の一つであった。また1980年代の RV ブームではその恩恵を受け人気を集めた。その後日本の小型トラックの多くはスペース効率の高いキャブオーバータイプへ移行し、ボンネット型は主流ではなくなるが、生活レベルの向上とともに天候による荷痛みの心配や、 荷造りが面倒なトラック自体が次第に敬遠されるようになり、軽トラックを除くキャブオーバートラックすらもライト版に仕事を奪われ、また、軽自動車の規格改定による大型化も手伝い、小型トラックの販売台数は急激に減少していった。2000年代以降は、NOX 規制や PM 条例、加えてエコカー減税などの影響もあって、ピックアップラックの国内販売終了が、 相次ぎ、唯一世紀輸入されていた、三菱、トライトン、大生産が2011年夏、フォードエクスプローラースポーツトラックも、同年10月にそれぞれ販売を終了した。その後、国内では2014年に、トヨタ自動車が、ランドクルーザー71年間の期間限定で、販売し、2017年9月からは、ハイラックスの通年発売を再開した。これ以外の車種に関しては、 少数の並行輸入車が販売されている程度である。また、日本の自動車メーカーの日本国内でのピックアップトラック生産は輸出向けとして生産が続いていた日産、ダットサントラックが2012年3月に国内生産を終了したことでトヨタランドクルーザー70と日産、サファリのみとなっており、他は全て海外工場への移管が完了している。アジア、 中南米、南アフリカなどで生産されているものは、以前の日本製ピックアップに近い、小型から中型サイズのものばかりである。中でもタイは、販売台数、生産台数ともに多く、タイでの販売のみならず、世界各地へ輸出されており、今日では、ピックアップトラックの主要生産、輸出国となっている。タイでのピックアップトラックの販売シェアは、トヨタ、イスズ、 三菱の三社が多くを占める。SUV さながらの走破性を買われ、オフロードレースやラリーレードで用いられることが多い。ダカールラリーでは、トヨタハイラックスをはじめとする多くのピックアップトラックがクロス OSUV 勢と激しい戦いを繰り広げている。またアジアクロスカントリーラリーでは、イスズ DMAX が連覇中である。路面がダートであった頃のパイクスピークヒルクライムでは、 トヨタタコマ登場し、1998年、1999年に総合優勝している。またピックアップトラック人気の高い、アメリカ・オーストラリアなどでは、サーキットでもピックアップトラックレースが行われる。中でもナスカーのキャンピングワールドトラックシリーズは三大シリーズの一つであり、ジャック・ビル・ヌーブやキミライコネン、ネルソン・ピケ・ジュニアなど、 元会一ドライバーも参戦したほどの人気カテゴリーとなっている。またコースにジャンプ台などを設置したラリークロスのようなサーキットで行うピックアップトラックのレースはスタジムスーパートラックという競技も近年人気を呼んでおりインディカーなどと閉鎖されているほかオセアニアにも広まっている。オーストラリアでは2001年から V8 スーパーカーのサポートカテゴリーとして サーキットレースの V8 ユートが開催されていた。現在は V8 スーパーカーが V8 の冠を外したのに伴い、2017年にスーパーユートシリーズとして再出発している。その他、タイではハイラックスのワンメイクレースも存在する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。